はい、皆さんこんにちは。今回言及させていただきたいのは何に関してかというと、産経新聞があると思うんです。産経新聞、いわゆる、まあ、三大新聞っていうのは、読売毎日朝日だと思うんですけど、その下に来る箱ぶすかすで、その下に来る、新聞社です。自分大手で、どちらかというと右寄り保守派としての新聞として知られる、新聞紙です。で、その、新聞社が、まあ、お詫びと削除ということで、昨年12月12日に、朝刊で3面で、ね、出したもの、日本人を作った米兵ということで、沖縄日誌は黙殺というふうにね、お題を立てて、記事中にある日本人を救出したは確認できませんでしたということで、現在米海兵隊は目撃者によると、事故に巻き込まれた人のために何かできるか確認しようとして車にはねられたということで、実際に救出活動を行ったかどうかは確認できてないということです。それに対して、同記事は取材が不十分であり、12月9日にインターネット上で配信した産経ニュースや、危険試みず日本人救出し意識不明の米海兵隊とともに削除しますということで、記事中、琉球新報や沖縄タイムズの報道を、姿勢に対する違反に行き過ぎた、表現がありましたということで、両者と、読者の皆様にお詫びしますというふうに、出したわけです。で、これに関してなんですけどね、まずやっぱりその新聞社ともなればね、やっぱりネットで出回ってるガセネタって多いわけですけど、そういったところ嘘をね、拡散しちゃいけないと思うんです。まあこれはもちろん産経新聞には限らず、他のね、いわゆる左派の新聞も全部そうなんですけど、やっぱり真実とね、やっぱりその真実じゃないことっていうのははっきりしていかないと、自分たちが言ってることが正しいことであってもそれが嘘じゃないかって思われてしまうんです。だから、これは例えば自分たちが主張すること、左寄りであれ、右寄りであれ、中道はいろいろあるわけですけど、その中でどちらもそうなんですけど、やっぱり嘘でね、塗り固めちゃったらダメだと思うんです。吉田誠二のね、件、慰安婦もそうなんですけど、この米海兵隊もそうじゃないですか。だからこれに関しては、米海兵隊が、いわゆるその事故が前方で起こって、それを降りて、助けに入ったところ、救出してたところ、後ろから来た、車にはねられてしまった、これに関して、まあ、そういうふうに言ってるわけで、実際は救出はしなかったわけじゃないですか。だから真実と真実じゃないことってはっきりしていかないとね、こういったところまたね、ゴシップ新聞なんて言われて週刊誌と同じようになっちゃうから、そこら辺はしっかりしないといけないと思います。まず、これに関しては、米軍属、いわゆるその沖縄の女性を殺害してしまった、男、黒人のね、米軍属、米軍基地で働いている人間、軍人ではないんですけどね、軍属ということで、その男が、あってね、やっぱりそのアメリカ、今までもそうですよね、沖縄において多くのね、米海兵隊、米国のアメリカのね、米軍の軍人が数多く沖縄の人を殺害したり強姦したりしてきたのは事実です。これはね、誠にもって事実なわけです。で、それに対して、米軍はいい、こういうふうに言って見せたかったんでしょうけど、実際これ嘘でね、塗り固めちゃダメだし、それを真実でないことを真実であるかに言っちゃダメだと思うんです。私も Facebook なんかやってるとですね、いわゆる幸福の科学とか、もしくは統一教会の信者、まあ自分たちはそういうふうに言わないのが多いんだけど、幸福の科学とか統一教会のいわゆるカルト宗教の信者たちはやっぱりこのアメリカ様のポチと言っても過言ではないんですけどね、実際に CIA とかのスパイになってる人間も結構いますから、アメリカの対して美米と言ってもおかしくないです。その中で、まあ、沖縄で活動してる連中、いわゆる保守を名乗ってる連中っていうのは、まあ、大体幸福の科学とかね、統一教会系が本当に多いわけですけど、アメリカを擁護することをしています。なので、例えば Facebook なんかでも今回の件に関しても、まあ、本当に、その米海兵隊員の、ね、男性が、引かれて、まあ、病院で、ね、今意識不明の状態かな、その状態なんですけど、実際その、事故が起こって、日本人を救出するために入って後ろから来た車に跳ねられてしまったというふうに言って、拡散をいっぱいしてました。それをみんなわーわーって言って、だから、まあ、もちろん幸福の科学、統一教会の信者のない人たちもそれを信じて、アメリカ兵は米兵はすごいな、ね、やっぱりこういう米兵もいっぱいいるっていうことを伝えたかったんでしょうけど、そういうふうに、ね、あえて嘘をついて、やる人々もいるのが実情です。これはね、私は人間としてどうなのかなって思ってしまうんですけど、
やっぱり何度も言いますけど、真実と真実でないことっていうのはしっかりと判断していかなければならないかなって感じがします。実際例えばよく言いますよ、私の周りなんかでも新聞紙とかが、ね、メディアが信用できない、テレビ局が、新聞社が信用できない、今信用できるのはネットだけだって私が言わせていただければね、ネットだけ信用できるっていうのもおかしな話です。インターネットでもかなりガセネタが出てるのは実情です。私の、このチャンネルにおいては、私はまあ自信がないことははっきりと断定はしませんし、自信があることは断定はします。それにおいて現地を実際取材をして、実際証拠取りをしてアップもさせていただいてるんですけど、私の情報はほぼ 100% 正しいと言っても過言ではないんですけど、とにかくこのような形でね、今まあネットなんかの踊らされてしまう、日本人、まあこれ日本人だけじゃないんですけどね、人間は多いです。だから今一度、今ネットで流出している、噂とかそういったものが本当であるのかどうか否かをしっかりと、考える時が必要なのかなって感じがします。少しでもおかしいと思ったらね、あ、やっぱちょっとそういう、ね、認識を持つことが私は必要なのかなって感じがします。いずれにしてもね、私はこの、アメリカ兵、米海兵隊のね、人間が事実でないことをね、いかにも日本人が救出したようにね、言うのはどうなのかなって正直思ってしまいました。まずもって沖縄の人に関して、沖縄は、まあ、しばらく行ってないです。過去3回行きましたけど、沖縄に関してもね、正直に米軍基地があるってことは大変だと思います。ただ現状において、中国が尖閣諸島を狙っている中、中国もしくは北朝鮮による問題もある中、基地は置いておかなければならないのは事実。ただ本来であればですね、我々はアメリカサンフランシスコ平和条約から独立した独立国です。ただ、その後もアメリカが日本をコントロールとしていると言っても過言ではありません。その中で、日本自身がね、本来であれば自衛隊の基地をそこに置いて、アメリカ兵じゃなくて日本人が守るっていうことをしていかないといけないのかなっていうのが実情です。いずれにしても皆さんもね、ネットで出てる情報は嘘も結構ありますので、まともに信じちゃいけないっていうことをちょっとね、認識していただければと思います。いずれにしても、まあ、今回ね、産経新聞がこのようにお詫びしたってことは、まあ、しっかりとした新聞社であるということは私は認識しました。まあ、最近幸福の科学の、広告がやたらと多いなっていうのは気になってたんですけどね、うん、だから幸福の科学、夕刊フジなんかも結構幸福の科学の人間が結構、ね、出したりしてますけど、そこら辺ちょっと気になるところなんですけどね、うん、まあこういった問題に関しても、これからも言及させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。